ミンドロ水牛は、牛カアジア水牛属に分類される、グーテル類。別名タマラオ。種ョ名ミ,ミンドレンシスは、ミンドロ産ののい。フィリピン固有種体長150から180センチメートル。お腹40センチメートル。肩高100から110センチメートル。体重300キログラム。頸部や胴体は太い。全身は、灰色や。 褐色の体毛で覆われる。顔や喉、ひめの上部が白い。頭部には太い上に短く、髪型へ向かい先端がやや内側へ向かう角が生える。角の表面には細かいシワやくぼみが生える。磁界の内側の円は白い。本種を味やい牛の亜種とする説もある。河川沿いの森林や竹林、沼、湿地等に生息する。 単独もしくは小規模な群れを形成して生活する。夜行性で、昼間は、茂みの中等で休む。水浴びや泥浴びを好む。食生は、植物食。繁殖形態は体制。妊娠期間は276から315日。6から11月に1回に1頭の幼獣を生む。幼獣は、生後1年半から4年半で独立する。寿命は、 約20年とされる。開発による生息地の破壊や核目的の乱獲等により生息数は激減している。1900年には生息数が約1万頭とされていたが、1969年には約100頭まで減少した。その後生息数は回復し1989年に数百頭まで回復したとされるが、 飼育下での繁殖例が少なく1996年の段階では個体数は再び減少している。ありがとうございます。